さあさあさあやっていきましょうか。バイオハザード6。いよいよね、映画編ラストチャプター。まあ、前回からやってるんですけれども、まあ、今回でおそらく最後までたどり着けるんではなかろうかというそんな気がしているんですけれども、とりあえずアイテムを取りに行こうかな。ぜこんなに、わー喋り方がよくわかんなくなってるけれども、なんかいろいろアイテムが落ちてんな。なんでこんなに落ちてんだ。あれここにいた奴らをぶちこ、ちょっと言葉のあやが、うん。もうちょっとあれだね。もうちょっと、優しい言葉を使っていきましょう。ぶちころ、変わってねえよ。なんならもっとテンション上がっちゃってる。特にアイテムはないかな。なんかあれちょっと待って、なんかすっごいスローモーションになってる。あれちょっと待って。今なんかさっきさ、ポイントとか、弾とか落ちたけどなくなってたね。もういいや、もうそのまま行っちゃおう。はい。ということで、走るーということで、さあ、最後のエンブレムをぶちのめして、ここら辺だったっけな。ね。あ、そうかそうか。めんどくせえ。一発。あれちょっと待って。そもそもあれだね。爆発しないね。チドンって言わない。かっこいい。さて、Last item on the list. この辺。あ、あった。Eliminate all traces of the theft of my identity. ユイン。オッケー。よっしゃー。これでみんなと共にフィギュアでシコシコできるー。で、おい。ちょっと待っていい。せっかく助けたのに死んどるやないか、あいつら。うい、ヒューマン、カチャッとい。さて、この後どうなるかだよね。ごめんなさい。ちょっとね、ムービーと音声が合ってなかった気がするけど、そこは気にしないでください。ちょっとパソコンが重かったからね。若干ずれてるっぽいんで。まぁ、あ、ちょっと今修正しました。はい。さて、爆発落ちてるかー、危ないから、とりあえず飛んでみようか。ぴょい、メトリックス。スローモーション。なんかあれらしいっすね。映画にスローモーションを取り入れたのって、なんかマトリックスが初なのかな、うん、とかって言われたりとかするけど。まああれ、マトリックス内の技だとフォーカスっていうね、いう技ですけどね。まあ、マトリックス、エンターザマトリックスっていうね、ゲームではしっぽりとお世話になりましたけどね、フォーカスの技を使ってたらもうエージェントボコボコにし放題っていう非常に楽しいゲームでしたけどね。Perfect. いやー、なんかできればね、そういう系のゲームがね、またなんかこういうので、なんだっけ、何しに行く、青春は爆発じゃー、やばい、ただの逆恨み食らって、ただの逆恨みです。女の子にそんな銃をいっぱい撃ち込むなんて、撃ち込むのはあれだけにしてください。いる、じゃあこっちから避けて、あ、なんで殴ろうとして、殴れてるし、完全に殴れてる。あわなんでそうなった、あれコマンドいろいろミスってるぞ、やばいですよね、痛い、くるっと甘いな。お前なんか作らなければよかった。違う、私は作られたじゃなくて本物なんですよ。あなたじゃないんですよ。違う、やばい、あれこいつ本人とカーラタスがあれか、優しくしてやるよって言ってるやつほど痛くするから、やだ痛い、ほら痛いじゃん、本当にシンプルに痛いじゃん、うん。全然優しくしてくれてるんだよ、うん、痛い、シンプルに痛い、よいしょ、うわ、痛い、ほら痛いじゃないですか、うん。まあね、あれで、男の信じちゃいけない言葉のね、トップ3にね、優しくしてあげるからっていうのが入ってるんで、あとね、先っちょだけって絶対あれだよね、あと何もしないからとね、だから何もしないからと先っちょだけとね、優しくするからのこの3つだけはね、女性の皆さん絶対信じちゃダメっすよ。そう、男の僕が言うから間違いない。僕はね、言って、お前はすでに死んでいる。やっているとか、なんで急に人間化したんだっす？エイダー！あ、バカ、あれ？
さっきのあれは何だったの、もしああなっちゃったらもしかしたらあれからゲームオーバーになっちゃってたとか、うおいしょどん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 食らってる時とかに音とか鳴るんすよ。まあちょっとあのウロボロスは若干怪しかったけど、ウロボロスだけは怪しかったけど、それでもさやっぱちゃんと音は鳴ってくれてるわけでさ、あの食らってる音とかその食らってるあれとかね、こいつ食らってるかどうかもわかんない。ただ単にご褒美です、あもっとくださいって言われてる気がしならない。あー近いめっちゃ抱きつこうとしてやばいぞ。この何ね、ビルの渡り廊下って言ったらいいのか、うわー天国のカウントダウンみたいなビルだけどさ、ただただあれだね、あのエロいやつしかいないぞここに。ほりよいしょー、ご褒美あがちょっとご褒美とは、ご褒美あげる前にヒューよいしょー、まあいつ落ちたからいいんじゃないか。もうねあっちでなんかエイダと、エイダじゃねえ、エイダは私だ、エイダは私です。もうなんか好きにしてください。あれでシュモンズにここでやられて気絶して終わるっていうタイミングだと思うんだけど、あれまだ来ないかな。ああ溶けていく、うえーバカチュー、でしょバカチューじゃ。で、あれすっげえ手持ちます。ここにねしれっとちゃんとゾンビを配置しているっていうのがあれだね。あちょっとした、ああそっか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 、忘れてた忘れてた。なんか下からあれだ、登ってきてるんだ。あはいはい、聞こえます聞こえます、一応聞こえてます、ギリギリ聞こえてます。ほいほい、落ちてください。で落ちている間に、おいしょっと、でよいしょっとよいしょっと、ちなみにどうでもいい話ですが、この、このエイダ編が上がっている頃、私はですね、おそらく沖縄にいる時期だと思います。まあ、またそのね、お土産話なんかもね、皆さんにね、できたらなぁなんていうふうに思っているので、ぜひお楽しみに、お待ちください。落ちるー、ヒュー。え？後ろから飛んできてる？来てるね。サイドステップがいいね。そうなんですよ。あの、バスケットボールのね、ワールドカップがね、沖縄であるんですか？ちょっと、あの、スロベニアのルカ・ドンチッチに見てるんですけど、日本戦はね、あの、特に興味がなかったから。まあ、ドイツとかね、オーストラリアっていうね、強豪国がいるから、それを見に行く意味ではいいのかもしれないですけどね。まあ別に日本は、まあ、B リーグとかでさ、別に普段から、その、まあみんなが結集するっていうのはなかなか見れないから、あれだけど、まあ別にいいかなと思って。うん、やっぱルカ・ドンチッチをね、あの、見たいっすよね。さてさて、ここは、ただ単に、彼氏なのか元彼なのか、それともなのか、太ももの上でただただ気持ちよくなっているだけです。このね、あの微妙にねこう銃を撃つ時のねその振動がな、もうなんか挙動不審なんだよな、レオンの動き方が。もうピク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 な。さてさて、じゃあ起き上がって最後こいつをぶちのめしていきましょうか。行こうか行こうか行こうか。Shouldn't sleep on the job。さっくりさっくりさっくり。よいしょかな。あ、ちょ。これだけどな。プレザーの無限武器以外の弾を打ち尽くすの式。あ、え？あ、なんだ、レオンが捕まってるかと思ったよね。横を抜ける優しさ。オッケーオッケー。よし、ほい、痛い痛い痛い、意外と伸びて、あなたのあそこが伸ばしいのに伸びるのね。よいしょ、危ない危ない危ない。で、ほい、あー、クリハブ拾えない。あー、一個残ってたのか。あー、まあ、別に。よいしょ。で、ショットガンガチャッと、ほい、ほい、本来撃つべきショットガンの上、なんでそっち向かってった。入力ミス、入力ミス、入力ミス、入力ミス。あ、縮んだ。どうした、泣いちゃった。泣いちゃった。ふりおりゃ、あ、ちょっと待って、おりゃ、ご褒美プレイ、これがたまらなく好きなんだろう、お兄様った。あれこいついくつだったっけ、46だっけ。なんだただのクソダンディーじゃねえか。でこっち向かってって、とりあえず、あー、うわいっぱい小種を発射してるな。たた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 
で、こいつも使い切っていかなきゃいけないから、ガタ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 。こんだけ離れてりゃ、普通に考えて、ウィーン言うけど、緊急回避を作るまでもない。ガタガタ。あ、なんか縮んだ。また泣いちゃったのかな。やっぱあれかな。年だからさ。年だからあれだね。もう、長く持たないんだろうな、きっとな。よいしょ。で、あいつはなんだ あいつ何したいんだ、結局。んで、こっち、でん。ほんで、持って、でん。あ、やばいぞ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 。あれ、走ってくる。走ってこないんかい。あれだな、やっぱりあれだな。年だからか、極力省エネで済ませたいよ、みたいな感じなのかな。おめ、こっち側に腰を振らせて、ね、そういう話じゃな、危ない。ね、今、上にチラッとヘレナいたけど、ヘレナの手持ち無沙汰感よ。だいたい弟とやるとね、レオン、誰だっけ、ピアーズ、で、ジェイクが僕。あ、でもジェイク、ヘオンどっちもやるか。うん。で、だいたいの弟がヘレナをやってくれるから、ほんと暇だっただろうなぁ。ノーホープでやって、だいたい俺が死ぬからね。いや、もうこれで終わりだもんな。ほい。ほい。ほい。こいつ、マジか。壊れてるのに。これは気づくんかーい。なしだいだーやーこれで借りは返したわよって。あ、これはシモンズに対しての借りなのかな。何の借りを問われるのか。自分をよくも製造しやがったなっていう復讐の意味の借りなのかな。まあ、ということで、上手に焼けましたーっていう状態ですね。うん。谷間がさ、ものすごいテッカテカになってなかった今。あったまテッカテーカ、おっぱいピッカピーカみたいな状態だったけど。おー、すごいな。オッケーオッケー。よし。じゃあ、そんな感じでございますね。よし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 。じゃあ、もう、ってか、まあ前も言ったかもしんないけどさ、普通にそのエイダ編のちゃんとしたラスボスが欲しかったよね。その使い回しのボスじゃなくてさ、ねえって思ったけどな。どうなんだろうな。 So, this is where Carla did her experiment. この最終、何で、最高傑作か。最高傑作としてさ、エイダ、こいつなんて言ったらいいな、まあ、カーラが作った最高傑作っていうのが出てきてたっていう話だからさ、そいつがラスボスとして出てきてね、やっぱりエイダにはエイダの、ちゃんとその、最後を迎えるっていうシーンがあればよかったのになーって個人的に思ったりするんだけどなー、皆さんどう思われますか？だからいろんな意味で6ってすごいその中途半端な作品だったかなって思うけどね。その何て言うの、全体を見ればその過去までの主人公たち、まあ、主人公たちっていうことのあれでもないか、クリスとレオンだけかが出てきてるからね。まあ、エイダもサブキャラとして出てきてる、シェリーとか、まあ、だからバイオ2っぽいんだよね、どっちかっていうとね。うん、シェリーとかだし、まあ、ある意味ジェイクはクリスと繋がってるからあれかなんだけど、うん、そうなんだね、っていうことを考えると、やっぱり、ちょっといろいろと話としては中途半端だったかもしれないかなっていう気は、個人的にはするんですけどね。まあ、みんながどう思うか。まあ、バイオ6僕は、結局、弟とね、たくさん遊べる、てか、まあ、コーププレイが結構好きだから、うん、コーププレイがね、できるゲームとしては、やっぱ5、6は、あと、あれか、リベ2やな、っていうところで言ったら、まあ、結構好きなんで、たまらないからいいんですけどね。うん。そういう意味では、あ、っていうか、おめめいっぱい。はい。ということで、じゃあ、見ることができたんで、あいつ、ね、すごい立ちはだかってる感があるけど。この中から、でもサイズ感的にはね、あれなんだろうね。普通だから、もしかしたらもう一体のエイダが出てきたかもしんないよね。さあ、こっから珍しく、エイダ姉さん、発狂の巻でございますね。うん。チュン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 チ
カーラに浸水するそのなんだっけ、あの研究者仲間の一人っていう捉え方なのか、最近傑作って言ってもともとは素体誰だったのかっていう正体がちょっと分かんないままなんだよね。なんか ご存知の方いたら、あ、ごめんなさい、あまりね、あの詳しく調べるっていうのが得意じゃないから、あの他の方が YouTube で上げている動画を見るくらいしかないんですよ。なんかあの考察動画みたいなやつを見るくらいしかしたことがないから、あのもし詳しくご存知の方がいたらぜひ教えていただけたら幸いです。まあしかしね、いいよね、ここまで感情をむき出しにするエイダ姉さんね、なかなか見ることできないですからね。チャ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 っていう感じがするけど、うん、であの二人がね仲良く映っているっていうところもね、あのエイダ姉さんからしたらね、たまったもんじゃないわよって、冗談じゃないわよえいって言うと、そりゃそうだわってね。はい、でここでこの後、そうそう、この後の姉さんかっこいいんすよ。姉さんがマジでかっこいいんすよ。この後のセリフ。Job, huh? そう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 、これ仕事、sure. いいわよ。ちょうど休暇が終わったところとか、休暇どころか、もう仕事以上に大変なことをしたにもかかわらずさ、もう平気な声でさ、いいわよ、あなたの仕事引き受けてあげるわよって、超かっこよくねって思ったっすもん。うん。いやー、やっぱり、あの、仕事ができるというか、裏で暗躍する人たちとかさ、社長の人たちとかもよく見かけるけどさ、社長と、まあいろいろ仲のいい社長とか見るけど、やっぱエネルギーが無尽蔵だもんね。僕みたいな一般のサラリーマン、ピーポーやってるような人間からしたらね、もうあれさ、たまったもんじゃないっすよ。もうそんな仕事ばっかやってらんないっすよ。本当に。ねえ、まあ YouTube 見てる大半の人がそうかもしんないけどね。まあ YouTube もね、あのガチでやってるね、あの何百万再生とかさ、何百万人という、あのチャンネル登録者数がいる、あのガチの YouTuber の方々は別だけどさ、その中でも僕みたいに傍らでやってるような人間とはもうわけが違うわけですから。はい。ということでね、無事に、あのバイオハザード6、エンブレムをかっさらっていくという旅ね、エンブレムぶっ潰すという旅に無事に終わることができました。最後まで動画ご視聴ね、本当にありがとうございました。で、次回はあの皆さんと一緒にですね、エイダ編のあのアーカイブと、それからはフィギュアをまあいそいそと眺めていこうと。でね、あのまあ もちろんあのエチエチなねやつが見つかったら、あの皆さんと共にですね、鼻の下を伸ばしながら、男性の方はまた別のところも伸ばそう世界をやろうかなというふうに思ってます。で、これを投稿している日っていうのが、あの予定通りでいけば8月の26から8くらいの間になるのかなというところなんですけれども、まあ、あのその間はですね、僕が沖縄の方に行っているというような状態でして、で沖縄から帰って来たら、その沖縄のね、まあ、せっかく、今回は家族じゃなくて一人で行く旅なので、まあ、ちょっとその沖縄の、ね、ダイジェストムービー的なのを、まあ、3日間行くから3日分のね、あのそれぞれ 1,2,3 日っていうのを分けて、まあ、投稿を頑張ってねやってみようかなと思います。まあ、過去にね、あの YouTube だっちゅうの、あのなんだっけ、ほら USJ とか、それからディズニーランドとかシーとかを、あの1日回りましたみたいなダイジェストムービーとかを流したりとかもしてるんで、そんな感じのね、あの切り取りなんかをしたあのムービーっていうのをこう流せたらな、なんていうふうに思ったりもしてます。はい、というところですね。うん、まあ、だから沖縄の様子とかワールドカップの雰囲気とかっていうのをお届けできたら嬉しいんですけど、まあ、バイオハザードをね中心に見てる方々がね、それ興味あるかっていうところなんですけど、まあ、僕のあの趣味の YouTube なんでね、あのそれにあの賛同いただける方はぜひね、あのちょっと旅行気分を味わってみたいわっていう方ですね、ぜひそちらもご覧いただけたらいいのではないかなというところでございます。はい、で、それが終わった後一体何をするかっていう話なんですけど、一応もう収録は、2パートだけかな撮ってるんですよ。ただとんでもないことになってて、それはまあ、 あの動画自体をご覧いただけたらと思います。多分あの早かったら8月の8月の末とか、まあ、9月の頭くらいに、投稿ができると思うんですけど、バイオハザードリベレーションズをやろうと思ってます。やろうと思ってますとかやってます。はい、でただね、なんかね、多分ね、パソコンの調子が超悪いんだと思うんですよ。あのね、ナイフを振ったり、銃を撃とうと思ったら、全く言うことを聞いてくれなくって、あのね、あさっての方向って敵とまともに戦うことができなくて、もうあのね、そこで死の危機を迎えているっていう状態になっちゃってるんですよ。なので、あの、もしかしたらまともにプレイができないで、あの、放り出さざる得ない状況になるかもしれないっていうところではあるので、まあ、そうなったらそうなったで、ね、なんかあの、えらく発狂してるなって思って見てもらえたら、温かい目で、あの、生温かい目で見てもらえたら嬉しいかなっていうふうに思います。うん。あの、残念ながらね、あの、まともにプレイができない時にはですね、あの、僕大体ね、あの、ぶち切れるっていうのが、あの、もう、慣習になってるんでね、ほら、あの、ナイフ縛りでさ、バイオ RE4 やってたじゃないですか。それの時も、
回転で全然ねまともにプレイができなくて発狂しまくってね、もう完全に素が出てブチ切れてるっていうのを何回も見せしちゃったんですけど、だからナイフクリアっつってんのに普通にハンドガンとか無限武器とか使いまくっちゃってるからね、結局ね、っていうようなこともまあ起こったりはしちゃってるんですけど、まあそんなこともありながらね、無事になんとかなればいいかなというふうに思ってます。で、まあリベレーションズお楽しみいただけたらと思います。まあリベレーションズのね評価自体非常に高いですし、僕個人もリベレーションズってすごいクオリティの高い作品かなと思うんですよね。やっぱり程よく恐怖感もあるし、何よりもやっぱりバイオハザードの醍醐味ってさ、3までとかだけど、行ったことある箇所を何回も行ったり来たり行ったり来たりっていうのをする中で、ちょっとずつこうアイテムが新しく手に入ることで次に進むことができるみたいなね、そういうやっぱりバイオらしさっていうのがリベレーションズにはたくさん詰まってるんかなっていうふうに思ったりもするんで、まあ、そういう意味では非常にいい作品かなっていうふうには個人的に思ってますというところですね。はい。で、かつね、やっぱりなんだろうな、新しい敵とかっていうのが出てくるときに、やっぱり新しい背景っていうのがきちんとあるっていうのがすごくいいんだよね。だからリベレーションズ2なんかっていうのはさ、アルバート・ウェスカー以外にもウェスカーいたのねっていうのが、まあもちろんもともと倍作品やってる人からしたらわかるけど、やっぱりなんかその使い方っていうのはすごい中途半端っていう感じがしたんで、あれはね、だからリベレーションズ2もね、なんかこう別の形でリベレーションズ3とかっていうのをそろそろね、新しい形で出してもらいたいなと思うんですけど、でも結局 T アビスとね、それから T ウロボロスがどうなったのかっていうのは結構分かんないまま状態のままなってるからね。伏線は伏線のまま回収しないで終われるのかもしれないけど、だからファイナルファンタジーとかさ、ドラクエみたいにさ、その作品の中で全部完結するだったらいいけど、バイオの場合ナンバリングタイトルがさ結構つながっちゃったりしてるじゃないですか。その前後の歴史がね、かぶっちゃったりとかしてる、かぶっちゃったりとかつながったりとかっていうのがしてるから、それをするくらいだったらやっぱりちゃんと一つの作品で出てきた伏線等々っていうのは別の作品でちゃんと回収できるようにしていかなきゃいけないんじゃないかなとかって思ったりするんで、まあ、そこら辺をねぜひね、バイオの制作者の皆様にはですね、頑張っていただけたらなっていうふうに思ったりしている次第です。はい。で、あとなんかちょっと前だけどバイオハザード9がこれもリーク情報というか果たして正しいかどうかは分かんないけど、そのなんだっけ、バイオ9が2025年だからもう今からあと1年半くらいかなもしたらなんか出ると、でいよいよナンバリングタイトルとしてはバイオハザード作品の最後に当たるんじゃないかみたいなことを言っていると。で、まあその理由としてはなるほどなと思ったのが、やっぱりナンバリングタイトルがさ、どんどんこう伸びていくと、新規ユーザーが入ってきにくいんですよね。1からやらないと9のつながりとかってのが分からなくなるのみたいな感じになるから、だから今後そのバイオハザード、本来は10みたいな扱いになるっていうところが、その、まあ、リベレーションズとかだったり、なんか概念は終わってるけど、概念はなんか、まあ、レオソだけどさ、あれはレオンじゃない、レオソだけどさ、とか、まあ、そういうのが、いう形で、まあ、いろいろとこう、派生作品みたいなのを、作るんじゃないか、なんかっていうふうには言われたりしてるみたいですけど、まあ、それはでも、やり方としては正しいと思います。新規市場を開拓するっていう意味で正しいんじゃないかなっていうふうに。まあ、過去作品をずっとね、楽しんできた身からすると、やっぱナンバリングタイトルで続けてほしいなっていうふうに気はするけど、まあ、新しいね、ユーザーの人たちにも、バイオハザード楽しんでいただきたいっていう思いからすると、まあ、そこも、まあ、別の意味でね、致し方がないかななんていうふうに思ってますね。まあ、皆さんはいかがでしょうかっていうところですけど、はい。さてさて、まあなんかちょっとね、飲みすぎたエイダが今ね、画面上映ってるんで。沖縄でね、僕はどうなるか、まあ、前もね、いろんなところで話してるけど、酒全く飲めないわけじゃないけど、飲むとやっぱちょっと体調を崩したりとか悪くなっちゃったりとかっていうのがあるんで、まあ、お酒は控えたいんだけど、まあ、せっかく旅行に行くんでね、まあ、友達、現地で合流できちゃうのかな、まあ、一人知り合いはいるんですけどね、まあ、その知り合いに声かけてね、会えるかってところなんですけど、そいつと飲めたりとか、まあ、一人で酒を飲むってのもね、ちょっと居酒屋行ってみて楽しんでみたりとかね、まあ、いろいろ、もともと現地に住んでて、今ちょっと別のところに引っ越しちゃったけど、沖縄住んでてこういうところがいいっすよみたいな風に教えてくれたね、人とかもいるんで、まあ、そいつにあやかって、いろいろとお店回ってみたいななんていう風に思ったりもするんですけどね。はい。まあ、今からね、沖縄でなんかおすすめのお店だったら教えてくださいって募集かけたいところなんですけど、これが投稿上がってる頃には僕は沖縄に行ってるか、もう沖縄から帰ってきてる頃になっちゃって、また見ながらそれを聞くことはできないですけどね。はい。まあ、また、ただ沖縄ね、もう人生の中でまだ何十回も行きたいなっていうふうに思ってる先なんで、
先を見越して皆さんにコメントをいただけたらすごく嬉しいかななんていうふうにも思ったりしている次第です。ということで、白組が出てきましたんで、赤組はどこ行ったなんていうことは、赤組出てきてるなんかっていうのもあるんですけど、まあ、落ちていくシモンズを眺めながら、そろそろ終わりかな。ハーモニクスね、はい。いやでもこれだけの超大作の作品は、なんかやっぱバイオ9なんかでも、そのなんかクリス編、レオン編、ジル編、クレア編みたいな、その4つかなくらいでこうぜひ作ってほしいけど、クレアはやっぱちょっと外れちゃったからな。クレアは、まあ、ちょっと外れちゃったから、まあ、もう一回ジェイクを復活させて、実はそのなんか BSA なのか、ちょっと別のそのバイオテロ組織を作ったのか、まあもしくは個人で活躍してるのかみたいな感じで出てきてほしいななんていうふうに思ったりするけどね。でも気づけばもう10年以上前の作品になっちゃってるからね、バイオシックスもね。もうジェイクもだって30歳でお年になってるからな。そうか、ジェイクと俺あれか、同級生だわ、冷静に考えると。2012年の時点でジェイク20歳でしょ、俺92年生まれで、2012年の時点で20歳だから、そうだ、同級生だわ。今31だもんね、ジェイク。年号通りに行くなら。はい。西暦か。はい。という、まあ話をしているうちに、終わっちゃいましたというところですね。まあ、後のムービーもあったりはするんですけど、まあ、このあたりでね、一旦終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、次回は、バイオハザードリベレーションズ、それからまあ、沖縄の旅行なんかっていうのもちょっと皆さんにお届けできたらなというふうに思ってますんで、ぜひ次回もお楽しみください。まあ、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押していただけたら、常に、閲覧しやすくなっているかと思いますんで、よろしく。見ちゃうか、このムービーもね。はい。じゃあちょっとこのムービーは黙って見ておきましょう。じゃあまた次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。I believe we had a deal.Fair kid.